べき原稿がもう手元にはないのです。同僚の記者たちは全員ラジカル6に感染して命を失いました。愛する者たちもみんな。これまでどうにか放送を続けてきましたが、それも今日で終わりです。皆さんとはお別れしなければなりません。さようなら皆さん。いつの日かこの忌まわしいウイルスが地球上から根絶されることを願っています。それでは。どうやら計画の第一段階はうまくいったようですね。殺した？ちょっとシグマさん、人聞きの悪いことを言わないでください。私は殺してなんかいませんよ。あなたの腹部に当たったのはナイフの柄の方です。そうです。あなたとファイさん、お二人に危機感を抱かせるには、アースル以外にいなかったのです。ええ。あの時は、シグマさんのことについてのみ言及させていただきましたが、実際には、ファイさんにも時間を飛び越えていただく必要があったので。さて、ところでシグマさん、あなたがこれから何をすべきなのかはもう分かっていますね。そうです。出発は明日2029年4月14日シグマさんには我々の用意した宇宙船に乗っていただきます。そしてあそこにある3台の治療用ポッドと共にリゾーム内へ。ファイさんですよ。ファイさんがコールドスリープにかけられたのはつい2日前のことです。彼女は自分の足でここ、私たちの組織のアジトへとやってきて、自らポットの中に入りました。と言ってもそれは点 C から飛んできたファイさんのことではありません。点 A から点 D へと至る直前のファイさんだったのです。要するにファイさんもシグマさんと同じようなルートをたどっているということです。現在進行形で。ええ。今はあのポットの中の肉体に収まっていることになります。これから45年間、彼女はあのポットの中で眠り続けるのです。氷漬けになったまま。はい。それはできません。どうしてってまだわからないのですか？あなたはこれから45年の歳月をかけて AB 計画の準備をしなければならないのですよ。リゾーム内へ赴き、遺伝子工学やその他の学問を極め、カイルやルナやラゴモルフをあなたは生み出さなければなりません。カラードドアやバングルの仕掛けを作るのももちろんあなたです。天明寺さんとクオーク君を呼び寄せるのもあなたが行います。そして全ての準備が整ってから、いよいよ計画は実行されることに。2074年1月25日、あなたは解凍したファイさんの体を抱えて
第3 AB ルームへ。そこで点 A から飛んできた22歳の意識に弾かれるようにして、45年前の過去、2028年12月25日の肉体へと戻るのです。そうしていただかなければ困ります。すでにこの世界では何十億もの人間が亡くなっているのですから。人類を救うことができるのはシグマさんとファイさん、お二人しかいないのです。私一人の力ではどうにもなりません。あなたたちの協力がどうしても必要なのです。どうすればというのは？お二人には火星探査用のシミュレーション施設に入っていただきます。わかりません。ええ、原因が不明なのです。あの施設からなぜラジカル6が漏洩したのか、そもそもどうして火星探査用のシミュレーション施設にウイルスが存在したのかも謎のままで、だからこそあなた方の力が必要なのですよ。お二人には歴史や世界を飛び越える不思議な能力があります。それを駆使してぜひとも原因を突き止めていただきたいのです。作戦は困難を極めるでしょう。施設の中には数々の危機が待ち受けているかと思います。それでもお二人ならば必ずやそれらの危機を乗り越えてくれるものと信じています。67歳のシグマさんの意識からそのように伺いました。ウイルスの漏洩を防ぐことのできなかった彼、作戦に失敗した方の未来のあなたということになりますが、施設の中には数々の罠が待ち受けていると。その罠から一人の女性を救うために、あなたはその腕と右目を。外をご覧ください。
The
The
The best of 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 the best of